て太陽が光ってあの頃髪の毛を照らす船底を磨いて幽霊を叩いて暗いドアの向こう照らす。ああ暗いドアは赤い縁で人形の金細工マンハッタンまで真空パックのサニー。いやあざす、ゲイクの側です。プライベートカーセックスラジオ第8回をお送りいたします。今日は2021年1月23日でございます。お送りしましたのはですね、これはねケイ熊川が活動しだして少ししばし経ったぐらい、これはね超初期のデモ音源でございまして、サニーっていう曲なんですけども、今この音源が残っているのをね見つけまして、かけてみてるんですけど、これこっぱずつかしいございますね。声がまだだいぶ今とは違っていますね。これ2013年の3月に、今は亡き六本松にありましたあのスローダンサーというバーで撮ったものですね。これライブじゃなくてあのねスローダンサーに当時入り浸っておりまして、あのねそこのね営業後にね、そこのマスターのかっちゃんとね一緒にねちょっと経緯撮ってみようぜってなって撮ったやつなんですよこれ。これはねなぜこれをかけたかっていうと、この頃にねその2013年の、3月頃っていうのはね、私不肖ケイ熊川がこうやってケイ熊川っていう名前でソロ活動ね、それまでバンドとかいろいろやってて、いろいろぐねぐねもんもんとした日々を過ごした果てに一人で自分の名前前に出してやるかって最後っぺのつもりで始めたのが、ね、いろいろ2011年の、秋口ぐらいからそのことを考え出して、2012年の11年の末年末からライブを始めて、2012年中曲を少しずつ作りながらやそれをライブでやってっていうのを繰り返していって、でその2013年にケイ熊川の一番最初の音源、サニーっていうのをリリースするんですけど、その、記念すべき一作目サニーっていう曲のタイトルトラックのサニーっていう曲なんですねこれ。でそうで、だから今回そのね前の放送でも述べさせていただいたんですけどね、その10周年今年2021年はケイ熊川が、ソロ独演というスタイルで音楽を始めて10周年でございまして、でねかかるこれまでに作った音源をこう振り返りながらの、オーディオコメンタリー的なものをネットラジオでやりたいと、でねまあ何も
原稿とかを用意せずにとりあえず聞いてみようと思って、今サニーを本当はそのね2013年に作った音源1作目の EP1 サニーをかけながら始めようと思ったんですけど、ただこのデモを見つけて、これはだからその EP 最初の音源を作ることから遡ること半年ぐらいですね前のやつなんです。でこれが半年後どうなるかっていうのを踏まえて、そのケイクマガワが一番最初に作った2013年作の EP シリーズの一番最初ですね、これ EP1 サニーっていうのをちょっと聞いてみてと思いますが、ねえこんな感じの、2013年リリースの、一番最初の音源サニーの1曲目サニーね。これはね、太陽が光って、太陽が光って、そうね、声の出し方がライブを繰り返すとこういう風にしたいというふうにまだなっていくと、だからまつ、そのね、やっぱりその枯れた声、しわがれた声に対する憧れが、これはね、もう若い当時からずっとあって、ね、若い頃、あのね、本当、学生の自分なんかには、ね、なぜ俺の声は、こういう声じゃなかったんですよ、もともとね。なんでね、なぜ俺の声はジョン・レノンとは違うんだろうと、なぜ俺はね、カート・コバーンのような声が出ないんだろう、なぜ俺はトム・ウェイツのように歌えないんだろう、ね、なぜ真島正俊のようなシャウトができないのかっていうような、ね、スライダーズのハリーさんとかね、憧れがずっとあって、でも自分の声が全然違うと、誰もが、これはロックンロールあるあるですかね、シンガーソングライターあるあるですかね、やっぱりジョン・レノンがでかいですかね、憧れますよね、誰しもそのバリバリとね、枯れた中からこう炎が燃え上がるような声、強力な声に憧れて憧れてっていう10代20代を過ごして、でね、ずっとロックンロールが好きだけども、なかなかそういう中でこう自分をね世界に証明することもかなわず、年を食って、でバンドも終わって、ああ全部なくなってしまったというようなことをね、30手前に思ったんですよ当時ね。で30過ぎてだらだらこうね、人のバンドの手伝いとか、こう誰か歌うやつの後ろでギターを弾いたりとかみたいなことをちょっとしばしやっておったんです当時ね、2000年代、2010年代ですかね。そう、それでそう、要はね、まあ発狂したわけですね、腹が立ったんでしょうね自分にね、でこのケイクマガワっていうのを最後にやるつもりで始めたのが10年前、そこから10年経って、どうもすいません、ありがとうございますそういうふうにして、自分でやるってなってから、曲を作ってね、だからこのサニーっていう曲はすごく初期のね曲で、一番最初にねケイクマガワでやりだしてね、一番最初にできた曲ってなんだろうと思って、なかなかねそこがね今記憶が不確かなんですよ、なんとなく覚えてるのはサニーとサイクロプスの足は
同じ日に書いたのを覚えてますね。歌詞をバーッとあっという間にこの2つができて、でね、でもね、この EP には入ってないけど、このサニーっていう EP をリリースする時のリリースライブの時にはもうすでにコートニーとかローザをやってるんですよね、確か。ローザは分かんない、コートニーは間違いなくやってると。なのでね、ローザを作り始めたのが一番早いかもしれないですね。ローザはあれ 2,3 年かかってるんですよ、あれ書くまでに。あんな曲なのに、あんなシンプルなコード不進行なのに、多分歌詞、まあいろいろね考えることが当時はすごく多かったですよ。なんですごく難産する曲とさっとできるものとすごく分かれていて、2曲目のギブミーチョコレートに変わります。これも古いですね。まあ1枚目だから全部古いんだけど、なのでね、おそらくケイ・クマガワが一番最初にやった曲はおそらくこれに収録されている、このギブミーチョコレートか、ぬかせろ、この時はまだぬかせろっていうタイトルだったんですけど、今はぬかせろやらせろっていうタイトルに改題しておりますね。この曲かローザあたりがおそらく一番古い曲なのかな。それはそうと、やっとこね、私ことプライベートなお話ですけど、やっとね、コロナ以降初めての給料が、入りまして、ね、まあもちろんスズメの涙ほどの金でございますけども、これでねちょっとこうタバコを買ったり、私実に久しぶりにジムビームを買い求めましてね、ジムビームハイボールっていうのはこんなに美味しかったのかと、噛み締めております。いや本当にここまで来れたのもね、本当に皆様のおかげでございます。本当にありがとうございます。生き延びました。そういう曲ですね、これはね。腹減ってんだって歌ってますからね今も、ハイボールを飲みながらお送りしております。そうだね、この曲なんかね、なんだろうね、こう初期の音源あるあるだと思うんですけどね、気持ちが先走っちゃって、こうほら曲に対する思い入れが強いからさ、こういう風にしなきゃ、こういう色が強い曲なんだっていうのを録音に詰め込もうとしすぎて、今聞くとすごくいびつな感じでございますね。でもね、俺ね、これ何度か人前でも話したことがあるんですけど、これね、ロックンロール、ロックミュージック、のね、とにかく俺はファーストアルバムマニアなんですよ。ファーストアルバムっていうのはもう何よりも美しい素晴らしいものだっていう、ファースト原理主義者ですね私。本当にいいよねファーストね。で自分のファーストをこの際にこれをね、自分のファーストを聞くとこうね、そんなにいいもんじゃないんだけど、でもファーストらしいかなと、ね、ファーストらしく作ろうとは、ファーストマニアのくせに、これを作ってる当時はね、ファーストらしく作ろうとは思ってなかったっすけど、まあ、そういう、多分その方がいいんでしょうね、きっとね。今は、3曲目、サイクロプスの足という曲が入ってますね。この曲は、最新作、ケイ・クマガワの最新作プライベートカーセックスにも入ってますね。1曲目に歌ってますけども、これはまさにそのプライベートカーセックスだったり、このプライベートカーセックスラジオっ
ていう言葉だったりっていうものの鍵になっている、キーになっている曲だと思います。うん、まさにそういうムードを、プライベートカーセックスのような曲だなぁと、うん、思っていて、この曲はすごく俺にとって重要で、うん、で手前味噌ですけども、我ながらこれはなかなかよくできているなぁと、うん、サニーとサイクロプスの足はよくできてますね。うん、自分の曲だけど、自分の曲だけど、これはだからね、クオリティ的なこと言えば、もっと上手い人が歌ったらもっといいんじゃないかなっていう意味でよくできてるなと思ってます。うん、歌詞もいいね。うん、そう、歌詞もね、歌詞はね、俺ものすごく重要だと思っていて、ロックンロールの歌詞ってよくほら、ロッカーの人がさ、ロックンロールなんてシンプルなことしか歌ってないんだっていうことがあるじゃないですか。で、あれはだからシンプルな言葉を使って全てを表現するからロックンロールっていう部分が優れたフォーマットなのであるっていうことを話してるはずなんですよね、絶対ね。そう、だから歌詞に意味がないっていうのは、歌詞に意味を死ぬほど込めた人が言うじゃないですか、やっぱりね。うん、だからそういう意味でやっぱロックソングっていうものは歌詞ってものすごく重要で、だからそれは言葉がシンプルとか、ただのラブソングに過ぎないとか、可愛い女の子のことを歌っただけっていう体で、要はその自分にとっての世界やユニバースへの視点、態度、関わり方が今はポニーテールの女の子だけになっているっていう、そぎ落とした表現なわけじゃないですか。だから美しいわけだってっていうような歌詞についての、うん、ケイ熊川の歌詞校、歌詞を考える会みたいなね、セミナーをそのうちこのラジオでやりたいと思いますとかも考えたりしてました。歌詞はすごく大事で、うん、でテクニックだけではダメだし、で、はたまたパッションだけでもやはりダメだと、インテリジェンスだけでもダメだし、プリミティブな感性だけでも俺はダメだと、うん、そう、全てはそのグラデーション、その濃淡が絵になる、なっていく、モザイクのようなものがロックンロールだと俺は信じているので、そういうお話も、そのうちね、できたらなと思ってます。今日は長いですよね、長いですよねっていうか、これね、音源1枚かけようと思っているからそうなっちゃうんですけども、4曲目の、抜かせろですね。これ今やるときは抜かせろやらせろっていうふうに解題というか、うん、タイトルが変わってますけど、当時はね、初期の頃にはこれ、うん、カタカナ表記で抜かせろって書いてありますね。今はね、アルファベットで抜かせろやらせろって、うん、いうタイトル、これもすごく初期からの超初期の曲ですね。コカ・コーラ余った夜を、そうだね、このファーストの EP サニーっていうのは、この曲抜かせろと最後に入ってる13万暮らし、この2曲はちょっと浮いてますよね。うん、だからこれはね、ピーズなんだね、やっぱりね、多分、うん、要素としてね。うん、そう、ピーズ、ザ・ピーズがものすごく好きで、うん、でもね、抜かせろこの曲は、うん、
いいですね。近年はこの曲をライブで、たまにやるんですけど、やるときには割とアレンジがこの時とは違っていてね、割とあのね、なんだろうな、あのあれですよ、ジョーストラマーがメスカレロスでクラッシュ時代の曲をちょっとこうね、レゲエのようなアレンジにしたりしてやっているような感じがに憧れがあって、多分今はそういう風な趣で少しスローになってるのかな、思い出しますね。だから当時2013年2012年13年、この頃の当時っていうのは割とね、その六本松にあったスローダンサーっていうバーでライブをやることが多くて、ね、そこに来るね、妙齢の女性のね、お客さんとかからこの曲を怒られたことがあれば、ね、説教されたことがありますね。そういうことを歌うんじゃない、ね、こういうことを歌うのがロックンロールで、まあ、まあそれはだから俺はどっちもあれだと思いますよ、だからそれを聞きたくない、わざわざね、お金を払ってライブを見に来て、嫌な気持ちになる歌詞を聴きたくないっていう女性がいるのも、あ、そう言われたらそうだよなってものすごくわかる、ね、どっちもいるもんね、ほんと、だからでもね、同じように多分ね、ついこの間直近のライブ、年明け1月の、10日だったかな、ね、シックスパインズ、サンドウィッチーズ、ね、岸くもそこはそのスローダンサーをやってたマスターが今やっているお店なんだけど、そこで今年ね、この間ライブやった時にね、そこはね、初めてのお客さん、ほとんど初めてのお客さんばっかりで、でね、すごく好評をいただいて、たくさんの方に終わった後声をかけていただいたんですけども、その時に言われたので、ああと思ったんですよ。この年になってもやっぱ思うっすね。言われたのがね、あの必要な時があるタイプの音楽だって言われたっすね。そう、なるほどと思いましたね。そう、まあ、裏を返せばいつも聴きたいわけじゃない音楽、確かに、確かに、でも必ずそれが必要な時があるというものにもし聞こえた人がいたならば、それはすごく、その通りだと思います。妙理につきますね。はい、ありがとうございます。ケイクマです。そうね、っていうのもあるからね、音楽ってほらそういうのってあるじゃないですかね。え、テレビでいつもかかっている曲を聴くと死にたくなる人もやっぱりいるわけで、そう、バランス、グラデーション、グラデーションの景色っていうものを、すげえ考えますね。5曲目、夏の夜は魔法っていう曲がかかってます。これはもうね、シンプルなラブソングね、教えてほしいのさ、君の甘い感じの季節さがあって、ね、この曲なんかはね、おそらくこれほとんどライブでやったことがね、まず近年やることはないし、今までに10回ぐらいやってんのかな、この曲。
まあそうね、この曲も結構時間がかかった印象が、あるっすね。これも古いな、だから、だって歌詞で、そうね、懐かしいのかな、そうだね、なんかそうね、一回この曲リクエストされたことがあるな、ライブでやってくれとね、やりましたけど、まあね、ああこういう曲あったなっていう、あんまクオリティは、そうだね、まあまあね、何しろその自分で、ね、俺は今までに作ってきた音源の全てを一人で機材を、ね、スタジオ持ってったり家で撮ったり、ね、とかそうやってねお店で、営業後のねバーで、なんかやらせてもらったりとかってこう継ぎはぎをしながら、ね、その機材を扱いながらね、マイキングね録音作業をやるのもね、一人だけで完結してそれをやるっていうのは初めての経験だったので、いろいろ難しいことにもありながら、撮ったのを覚えてるっすね。このファースト EP のサニーはおそらくこれはね、スタジオは西陣のソウルミーティング、それから六本松の、ハートストリングス、ハートストリングスこれ撮ったかな、スタジオで使ったのはおそらくその辺なのかな、っていう覚えがねあります。苦労した、そうだからこれね、この1枚目のこのサニー、2013年のサニーから、直近昨年末ね12月に出したばかりのプライベートカーセックスまで、全て同じ録音機材を使って撮ってて、 MTR って呼ばれるね安い録音機材としてはものすごく安価な、本当バンドマンがメモ取りに使うような機材を使って、全ての音源を制作してます。1,2,3,4,5,6曲目、これはペペっていう曲ですね。これは結構ライブでしつこくやっていた時期があるので、でも近年はやってないかもな、あんまり。これもラブソングね。これはいい曲なんじゃない？すごく静かだね。静かだねって。娘さんがすごくロッカーが嫌いで、ね、お母ちゃんがロッカーについて回るからロッカーが嫌いで、ロックミュージックも嫌いでっていう若い女の子が、娘さんがいらっしゃるんですって、その俺の知り合いの女性にね、でこの音源を買ってくれてね、そのお友達の女性の方がね、で家でそれを聞いてたら、
ね、またロックを聴いてるから娘さんは嫌な感じだったんだけど、でそれ聴いてるとここのコーラス部分のあの子は何かに傷ついているっていうのを覚えちゃって、ついその娘さんが歌っちゃってたんですってっていう話を当時聞いて、勝ったと思いましたね。そんなエポックメイキング的な、ちなみにこのペペっていうタイトルはペペローションから取られています。あとね、どこだっけ、スペインなのかな、子供用の教則用のギターのことをペペなんて言ったりすることがあるそうで、うろ覚えですけど、だからね、練習ですよ、愛の練習です。だからオーディオコメンタリーを撮るとすんげえ長くなるね。もう30分とかなってる。すいません、そっか、前後編とかに分けなくちゃなんだ本当は。でもね、分けたらずっとやらんといかんねこれね。いやー、ちょっと考えてみます、これね。次回からはね、なんか音源から、思い出深い曲を選んでみたいな感じにした方がいいかもね、これね。そんな感じでございますね。あ、そうそう、だからこれで、このね、2013年にリリースした、このサニーっていうのを今日聴きながら、これオーディオコメンタリーっていう形で、放送させてもらってるんですけど、でね、この初期の頃のこうやった EP のシリーズとかシングルとかっていうのは、今のところね、ほとんどこの、今放送している YouTube のチャンネルの動画でね、アーカイブとして、フルで聴けるようにそれぞれの EP ごとに、ね、音源ごとにアップしておるのでね。そうね、サニーとかは今売ってないもんね。この辺初期のものとかもう作り切って売っていったら、はい次っていう感じのものもあっていいんじゃないかっていうね、週刊誌のような感じで、音源や陣をどんどん作っていこうというやり方でここまでやってこれたので、そのね、いろいろその辺もね、音源とはみたいな、音源をしっかりしたものを5年に1枚きっちり作って、きちんとプレスした、工場でプレスしてもらった CG にして、パッケージもシュリンクして、それを10年売っていくっていう活動の仕方もまたあるじゃないですか、ソロでやってらっしゃるね、シンガーソングライターの方なんかだと。だからそれはそれで全然、どっちも偉いと思います今はね、その人も偉い、俺も偉い。俺は作り続けてることを、動き続けている様をライブと音源のこう交互な足で、これがずっと手に入るものじゃなくても、まあね、だからそれは今は YouTube で聴けるしね、そうやって、手前のわがままとしてやらせてもらってます。
最後の曲、これ13万グラシ、後にシングルを作りましたけど、それを、聴きながらという感じでございますね。これがケイクマガワの、少女版と当時呼んでましたね。少女版と呼んでました、そういえば、サニー2013年、でございました。ありがとうございます。ケイクマガワです。置いてこう、置いてかれてこう、お別れの準備を笑顔に隠そう。船は進むよ、何もない空を誰か待ってるかな。ああずれたさようなら、ありときりギリス、さみなさみなって笑った。何もできないで、高い言葉だけ、何にもできないで、安い居酒屋だけ、何にもできないで、寒い寒いな、何にもできないで。ケイクマガワでした。